スラップ奏法を生み出した俗に言うチョッパーベーシストのタイトとして知られている。ボーカリストとしてもヒット曲を持っている。なお、英語での発音により忠実な名字の金表記はグレアムである。おいに俳優でラッパーのドレークがいる。幼少期よりピアノやダンスを学び、15歳の頃にカーたちとバンドを組んだ。なお、手でベースを叩く奏法は、 スラップ双方が正しい名称で、チョッパーベースは日本独自表現である。クラハム自身はサンピングプラッキングと呼んだり、スラップ、チョッパーと呼ぶこともある。彼の知名度が上昇したのは1967年に加入したスライザ・ファミリー・ストーンが60年代後半にヒットを連発したことによるところが大きい。 またグラハムはスラップ奏法の第一人者としても知られている。スラッピングによるファンクサウンドはグレッグ・エリコとのコンビネーションによって完成し世間に知れ渡った。その後1971年にバンドを解雇された後、1973年に自身のバンドグラハムセントラルステーションを結成。1980年に解散した後はベーシストとしてよりも ボーカリストとしての側面を強く出した音楽活動を行った。ボーカルスタイルはジェフリー・オズボーンやアル・ウィルソン、ピーボ・ボブ・ライソンのような洗練されたポップなソウルボーカルである。ワイン、エーミリオニユーはビルボード R&B チャートトップになった。ジャスト・ビー、マイ・レーディもヒットしている。その後は1992年にファミリーストーンのメンバーを呼んで、 グラハムセントラルステーションを再結成したほか、プリンスとのツアーなどでも活躍している。アメリカの自宅がプリンスの自宅の隣だった時期もあった。2010年代に使用しているベースはムーンのジャズベースタイプである。彼の使用しているモデルには特別仕様として、ワイヤレスシステムとマイクロフォン用のトランスミッターが装備されているのが特徴である。 彼はこのベースを弾きながら宣伝されたポップソウル的なボーカルを披露している。4弦モデルと5弦モデルが存在し、それぞれ限定で発売されていた。来日公演も東京ビルボードなどで複数行っている。ありがとうございます。